んにちは、魔女のまじみちゃんだよ。現在の F1 には計10チームが存在しています。現行のパワーユニットになってからは実質メルセデス一強ともいえる状態が続いており、レッドブルやフェラーリなどの各チームは打倒メルセデスに燃えていますが、昨年までのメルセデスは彼らの一歩も二歩も先を行っていると言えるでしょう。ホンダのラストイヤーとなる今年はレッドブルホンダがメルセデスに近づき、ぜひ長年続いているメルセデスの黄金時代に終止符を打ってほしいものです。では全10チームの中で下位に沈んでしまっているチームはどうなのでしょうか。現実的に予算制限が導入されてもあまり効果がないと言われている下位のチームは今年は戦えるのでしょうか。今回はそんな F1 の下位チームの一つ、ハースについての現状を考えてみました。2014年、フェラーリとの技術提携を結んだ米国の F1 チームハースが誕生しました。そして十分な準備期間を経て2016年に当時11番目のチームとして F1 への参戦を開始したのです。ハースはフェラーリからパワーユニットだけではなくギアボックスなど多くのパーツを購入しており、他チームから数多くの批判を受けていました。そんなうまいやり方を見つけたハースは参戦初年度においても計29ポイントを獲得しランキング8位となり、これまでの新規参入チームとの違いを見せ、いきなり速さを見せつけたのです。この時はワークスチームのルノーにも勝っていたんですよ。2年目となる2017年はランキングこそ8位と前年と変わらなかったものの、獲得ポイントを47まで伸ばし、ランキング6位のルノーに10ポイント差まで迫っていました。そしてチーム3年目となる2018年に順位を大きく上げ、ランキング5位を獲得するまでになったのです。当時はトップ3には遠く及ばないものの、見事に中団チームの上位を走る強豪チームにまで成長していました。しかしそれと同時に実質フェラーリの B チームと化したハースに対する他チームからの批判も徐々にヒートアップしており、当時レーシングポイントで現在のアストンマーティンのチーム代表であるオットマー・サフナウアーはこう語っていました。イタリアグランプリで失格となったハースとフェラーリの2チームだけが違法なフロアを採用していたのはちょっと奇妙なことだ。これは2チームの独自性が同じだと言っているようなもので、違う2人のデザイナーが全く同じ空力パーツを設計するのは難しいことだ。しかしその後レーシングポイントはメルセデスのコピーマシンといえる RP20 で飛躍しているので、レギュレーションの抜け道を見つけたと言えるでしょう。 FIA はこの RP20 のリアのブレーキダクトのコピー問題について違法であるものの、その後のシーズンも使用可能という不可解すぎる裁定を下しているので、今後も同じようなことが繰り返されていくことでしょう。さらなる飛躍が期待されていた2019年のハースでしたが、空力開発に失敗したことやタイヤの温度管理にうまく適応できなかったこともあり、ランキングはチーム創設以来最低となる9位にまで後退してしまったのです。ハースの問題点としてグロージャンとマグヌッセンのドライバーによるミスが頻発していたことも挙げられます。この年も2人によるミスで実際に多くのポイントを逃しており、マシンの戦闘力はもちろんのこと、ドライバーの安定性も深刻な問題となっていました。しかしチーム側は継続性を重要視し、翌2020年も全く同じドライバーラインナップで挑むことにしたのです。2020年のハースはこのドライバー問題をはるかに超えるようなフェラーリのパワーユニット問題に泣かされることになりました。本家のフェラーリも予選 Q3 に進出することすら難しい状態のパワーユニットとなり、実質 B チームのハースとアルファロメオの2チームにとっては非常に苦しいシーズンとなってしまいました。アルファロメオの獲得ポイントは8ポイント、ハースに至ってはわずか3ポイントとなり、チーム創設以来のワースト記録を更新してしまったのです。再起を目指すハースは今年2021年のドライバーに異例といえる
2人の新人の起用を決めたことで苦しいチーム事情が露呈されたと言えるかもしれません。ドライバーの1人は F2 でタイトルを獲得した実力派ドライバーのミック・シューマッハですが、初年度から結果を出すことは難しいと思われ、実際にチーム側も2年目である2022年に期待しているのです。そして何かと話題の多いニキータ・マゼピンの起用がすでに多くの問題を生み出しているのです。マゼピンは昨年の SNS への不適切投稿の結果、過去のツイートを全て削除するという F1 ドライバーとしては異例とも言える状況に追い込まれ、これまでの言動が問題視され、ツイッターでの追放運動にまで発展してしまったのです。 F1 ドライバーは実力はもちろんですが、芸能人と同じように高額なスポンサー料を支払う企業にとってもイメージが重要なので、今後マゼピンがどこまでイメージを回復できるかに注目されます。マゼピンは昨年 F2 でランキング6位となり、スーパーライセンスの獲得基準をクリアしていますが、ハースは同じく F2 でランキング2位だったフェラーリの育成ドライバーのカラム・アイロットではなく、資産家の息子であるマゼピンを選んだというのがチーム事情を表していると言えるでしょう。そのハースのマシンの戦闘力はフェラーリのパワーユニット次第と言えるため、実際今年2021年に大きく飛躍することは難しいと言われています。ハースのチーム代表であるギュンター・シュタイナーは今シーズンに向けこう語っています。我々は短期ではなく中長期的に物事を考えなければならない。厳しくなることは覚悟しているが、中長期的な利益を求めるために今シーズンは妥協する。2人の新人ドライバーについても最善を尽くしてダメージコントロールしていく。彼らはまだ学ぶ必要がある。それができれば2022年に向けて何の問題もない。このようにシーズン開幕前に今シーズンはマシン開発などを一切しない可能性とも取れる発言をしているので、今シーズンもハースは中断争いどころか実質最下位争いを繰り広げる可能性が非常に高くなっているのです。先日マックスの母国であるオランダメディアが2021年の各チームのドライバーラインナップのランキングを発表しましたが、ハースは10チーム中最下位となってしまいました。やはりマシン開発ができるようなベテランを外したことが大きく、経験のない新人の2人ではあまり期待できないという内容でした。 F1 はたとえ下位チームであっても莫大なお金をかけて参戦していますが、その予算を投じても開幕前にこのようなコメントをするしかないというのはなんだか虚しい気もしてしまいます。このようなチーム事情だと実際 F1 中継でもその姿を捉えることが少なくなるため、スポンサーの獲得も難しくなってしまいますよね。今年から導入された予算制限で早く各チーム間の戦闘力の差が縮まればいいですね。皆さんは深刻すぎる下位チームの現状についてどう思いますか？新しい風を吹かせるためにも新人を起用するというのはとてもいいことだと思いますが、マゼピンがイメージ回復できるのかどうかちょっと心配ですね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。バイバーイ。